こんにちは、ハコア製造佐々木です。今回は商品解剖、見たことのない切り口でハコアの魅力に迫っていきたいと思います。今日は印鑑ケースの第3弾、構造に込められた遊び心と商品開発者の素顔に迫っていきたいと思います。職人の磯野です。製造部の磯野です。よろしくお願いします。磯野さん、ズバリ聞きます。この印鑑ケースの構造、シンプルですがとてもよく考えられているんだと思います。このアイデア、どこから？実はこれなんです。え、チョコですか？はい、このパッケージから思いつきました。なるほど、中身を押すとスッと出てくる、同じ構造ですね。じゃあ磁石についてはどうですか？そうですね、磁石については正直悩まずに思いつきました。ただなんとなく面白みが足りないな。捺印する作業って面白みがないじゃないですか。印鑑を取り出す動作だけでも楽しくしたくて、それで磁石の位置を微調整し突起をつけたんです。そしたら楽しい印鑑ケースになったんですね。そうです。他にもスムーズに印鑑を取り出せる構造などこだわりは多く、店舗に来たら一度は手に取ってもらえたら嬉しいですね。木製印鑑ケースの魅力に迫った商品解剖、いかがだったでしょうか？ただおしゃれであれば良いのではなく、使う人の気持ちを豊かにしてくれる、楽しませてくれる、デザインの本質を考えた職人のエピソードが詰まっていましたね。見えないこだわりだからこそ、ぜひ商品を手に取って感じてみてください。